真冬の伊豆修善寺。朝6時半。気温は0度を下回ります。凍りつきそうな寒さの中で、毎日寒風摩擦をする若者たちがいます。彼らは日本競輪学校の生徒たちです。日本競輪学校、競輪選手を育てる日本でただ一つの学校です。今もがきの練習をしています。この練習をすることでゴール前に自分の持っている力すべてを出し切るという練習なんですね。すっごいきつくて辛い練習なんです。厳しい選考をくぐり抜けた若者たちが1年間ここで競輪選手になるため厳しい教育を受けます。練習に明け暮れる過酷な毎日。埼玉出身の生徒がいます。94回生徒岡光義さんです。そしてもう一人、阿部大輝さんです。練習が始まっています。なのに阿部さんは自転車の整備をしています。教官から整備不良を指摘され直しているのです。競争訓練が始まりました。競輪の大会と全く同じように生徒たちはバンクを走り順位を競います。阿部さんが走ります。阿部さんは勝負どころで先頭に立ち、風を切って前へ前へと力の限り走る先行タイプ。2着。発動準備、よし。続いて岡さんが走ります。岡さんは計算されたコース取りで風を避け、最後の直線で勝負する追い込みタイプ。見事1着。2人の実力はかなりのものです。16条で一番大事なことがあります。それは競輪学校では学科の授業も行います。競輪選手に必要なルールなどをみっちり学びます。訓練で体はくたくたなはずなのにみんな一生懸命です。競輪選手になる、それは簡単なことではないのです。厳しい毎日の中、唯一の楽しみが食事です。昼間の過酷な訓練で失ったエネルギーを補給します。山盛りです。だいたい1キロぐらいですか。お、1キロ。はい。もりもり食べて明日に備える。それも競輪選手になるための大事な条件です。卒業まで2ヶ月なんですけど、競輪校いる間にできるだけその強い選手とかに少しでも近づけるように。目標に近づけるようにやりたいです。まだ26なんで、みんなの前で走りたいんで。何を教わってきた今まで。翌朝、教官が生徒を叱っています。本当にお前たちはあと2ヶ月、厳しい言葉で全員に気合を入れます。生徒たちを一人前の選手に育てるため、教官たちは本気で生徒たちとぶつかり合います。雪が強く降ってきました。誰も彼も凍えています。しかし訓練は続きます。競輪学校を卒業すれば、彼らはプロとして雨の日も雪の日もバンクを走らなければなりません。
その自覚を教官は生徒に持たせようとしています。岡さんも阿部さんも思うような結果が出ません。何が悪いのか、どうすればいいのか。その答えは練習の中にしかありません。雪はさらに勢いを増しています。過酷という言葉さえ優しく聞こえる壮絶な環境の中、生徒たちは走ります。走れ、ひたすらに走れ。